まあ、あの時間が足りない他に注力したいというのであればこの選択は大いにありかなと思います。だしあの苦手だからどうせ取れないやっていうケースだったら、武田塾チャンネル。武田塾教務長のザコモリです。武田塾お茶の水村高校社長の太田です。学祭大学シーズンですね、もう大体終わったんかな、多分今やってんのかな。あ、ちょうど三田祭が、うん、あのまだ先にあるので、この収録時点では11月中で大体終わる感じ、ね、終わる感じですね、うんうんうん、いやまあ本当在校生にとっては三田祭はもうその前後が休みになるので、うん、慶応ではもうみんな旅行行ったりとかはしてる人もいましたね、うん、まあもちろん学園祭参加する人もいたんですけれども、うん、行ったことないんだよね自分の大学すら僕卒業してから初めて言いました、うん、あるよねそういうの、はいはい、ということでじゃあ今日のアンケートですかね、はい、はいはい、学祭行った行ってないかどっちか教えてください、うん、ここが良かったよとかねいうのももしあれば教えてくれれば、はい、ぜひぜひ、はいはい、じゃあ今日の質問早速いっちゃいます、うん、はい、数英の図形はまだ一度も勉強したことがなく、必ずセンター系の図形の選択問題を選ばないようにしているのですが、このやり方はまずいでしょうか。要はあの数 1A っていうのはあの3つね選択問題があって、その中から2つ選ぶっていう形式なんですけど、はい、その中の図形を選んでないと毎回、はい、これありなのなしなのってことですよね、まあ、ありですね、ありですよね、うん、図形の問題って苦手な人が多いので、うん、まあ結構その関数とかはもうひたすら叩き込めば、うん、あのその分だけ上達しますけれども、うんうん、図形なかなか上達しない子いますよね。そうね、あれはなんか図書いてみたりとかね、はい、視覚で結構イメージして捉えないといけない部分だったりするんで、はい、でただその選ばないことのデメリットはじゃないのかって話で言うと、当然それは年度によってどれが簡単でどれが難しいかっていうのはもうちょっと差があるわけなんで、はい、全部解ける人の方が簡単なのを選べる可能性が高いっていうのはあるよね。そうですね、うん、なので機会を失ってしまうっていうデメリットはあると思うんですけれども、うん、特にまあ、あの時間が足りない他に注力したいというのであればこの選択は大いにありかなと思います。だしあの苦手だからどうせ取れないやっていうケースだったら、まあそこで時間使うよりねって話になっちゃうもんね。そうですね、うんうん、僕らの当時はね、こうチート科目と言われた、コンピューターがありましたからね。コンピューターですね。3時間で満点が取れると有名だったからね、うん、今ほどネットがあまりね、普及してない頃なんかはもうその知る人ぞ知る、うん、そしてまあ情報を掴んだもん勝ちということで、あれルールで覚えた人だったらさ、なんかある数に2を足していくとかさ、で何番目には何の数が入りますから、舐めてんのかみたいなさ、そんなあの本当に日本語にされたら、えこれ小学生でもできんじゃないのみたいな問題が目白押しだった難易度ですよね、はい、うん、いやーまあいい時代だったな、あれいい時代でしたね、はい、しかも当時ね、あの数列だったからね、選択がね絶対コンピューターでしょ僕らの当時は 1A だったんです、数列がもう避けられることこの上なしってことでやってみたいな話でしたけど、はい、まあということでね、あの本当に図形苦手な人いるので、うんうん、その選択は大いにありかと思います、はい、ただ図形がとても簡単な年でも図形を選べなくなるので、うんうん、そこのデメリットだけは要注意ですね。はい、はい、今回は以上です。武田塾の公式 LINE アットが開設されました。概要欄のリンクから QR コードを読み込んで登録をぜひよろしくお願いします。受験のさまざまな情報や僕らからの一言メッセージもついてます。登録ぜひお願いします。